はい、皆さんおはようございます。今朝もね、予報通りちょっと雪が降っておりますが、昨日のね、そうそう、ここあのハウス破れたとこ、あ、ここじゃなかった、このハウスじゃなかった、もうボケてしもうて、ほんまここではなくて、こっちこっちね、あそこまだはしごが残っておりますけども、破れた天井ね、補修の途中で、雪が降ってビニールが濡れて滑るのでね、補修作業途中であと 2.5 メートル残して、やむなく補修をやめたわけですが、この雪で、まあ風はそんなに吹いてなかったんで、あの破れが広がっとることはないと思うんですが、一応ちょっとどんな感じになってるか見てみましょう。あ、大丈夫ですね。はいはい、あんな感じで、補修したところと、補修したところはね、ちゃんとまだつながっておりますし、あと 2.5 メートル、そうですね、2.5 メートル補修してないところもね、広がってないので、このまんま、まあ明日は天気良さそうなんでね、雪が溶けて乾いたら明日また上がって直そうと思います。まあ、あの間からね、雪が落ちたり、雨とか水が落ちてくるのは少々ね、マルチ張ってありますし、まだ苗が若いので、全然あの間から水が漏れるぐらいは全く影響ないので大丈夫、そこは心配してないんですが、問題は風だけですね。風が吹いたあれがベローっと広がらないように、そこだけ心配しておりますが、まあおそらく大丈夫であろうということでございます。はい、ということで、ハウスの方はまああれで大丈夫な感じですが、雪がねまだ降っております。でこの後まあやむ予報ではあるんですけども、ちょっとね、今日今から母ちゃんと出かけることがありまして、まあこれぐらいの雪ならね、全然道路は積もってないんでノーマルでも大丈夫なんですけども、まあどうせ今後ね、どんどん真冬に突入していくということで、ついでなんで、まあ何もこんな寒い時に買えなくてもいいんじゃないかなということもあるんですけども、まあ今から出るんで、まあ万が一のことも考えて、ちゃちゃっとまあタイヤ交換できますのでね、一応自家用車のミニ君の方をね、スタッドレスに交換しておきたいと思います。
はい、ということでね、サクッと交換しておきました。これでまあ今シーズンは、大丈夫かなと。あと軽トラをね変えて、まあ軽トラはまだちょっと今日はいいかな。軽トラ4駆なんでね、まあまあ少々ここからこことハウスの行き来ぐらいならね少々積もっても大丈夫なんですが、まあまあもうちょっとしたら軽トラも変えとこうと思います。はい、ということで今日はね母ちゃんとお出かけといっても今日は遊びじゃなくてね、ちょっと行政との関係で市長とねその、秋田方市に住む外国人の方たちと市長とのミートアップというのがありまして、まあいろんな情報交換とかいろいろ何らかしらのね、つながりができたり、まあこちらなんか今現在思っていることを伝えることができたり、まあそんな機会があるのでせっかくのチャンスなのでね、ちょっとまあ、行ってみようかなというふうに思います。というところで今日はこの辺で動画の方は終わりにしておきたいと思います。それでは皆さんまた今度ハッピーチゲサイ。もう降らんかな雪は。